世のため、人のため、エロのため、目指せ在籍69人、道玄坂69です。ふんわりですかね。ふんわり手伝う。僕はごめんなさい、ふんわり手伝うで、ちょっとライブ行かないと分かんないなと思ったんで、まずライブ行きますと。とりあえず着替え持ってないですけど、どうしたらいいでしょう。インスタグラムからの売り上げを伸ばしたい。 DM 自動化システムで集客や売り上げを最大化する。 i ステップ、詳しくは概要欄から。稲葉のトライチャンネル、よろしくお願いします。というので今回はご覧の補足法というので、前回ですね SNS 版に出ていただいた道玄坂69のみつるさんですね、はい、本日は来ていただきましたというので、今日はライブがあるというので、ライブってめちゃめちゃ盛り上がるんですよね。そうなんです。はい、なんかめちゃめちゃ楽しいって聞いてたんで、今日は来ちゃいました。で今日はなんかスプラッシュというイベントで、あれなんですよ、水をかけられるような祭りなんですよね。そうなんです。お祭りというかアイドルライブ。アイドルライブ。うーん、ちなみに今回のライブの見どころとかってありますか。ライブの見どころはお客さん側からアイドルをかけることができますし、アイドルからお客さんにかけることができます。びしょびしょになって、はいはいはい、踊りとか歌とか別に濡れ濡れになるっていう、すごいですねイベントになります。夏らしいイベントなんですね、はい、じゃあちょっと今日は、まあ、過激というか条件坂らしいライブも見れるんですね。そうですね、楽しみです。なんで今日は皆さん本当に道玄坂さん本当アイドル活動してますので、今日はライブの様子とか見ながら、まあ、実際終わった後とかも追いかけていけたらなと思ってますので、動画をお楽しみくださいと。道玄坂のメンバーとソーセージとお酒で乾杯したいと思います。乾杯。今日頑張ってください。またソーセージが似合いますね。いい感じにね。コンセプト通りのアイドルです。あーあー、違う、みんなケチャップを舐めただけ。ケチャップをですね、先ほど食べちゃったというので、ちょっとインタビューもしていきたいなと思うんですけど、どうですか、 SNS 版でって何か反響ありました。あ、ありますよ、そこ。あ、嬉しい。昨日お店出てたんですけど、はいはい、テーマのプラ見て、はい、一番可愛いと思って来てくださったっていうお客さんもいました。すごい、令和のトラから夜のお店への集客につながってるんですね。今日はあれなんですよね、エロはちょっと抑えめなんですよね、今日は。そう、マックスじゃないですね、東京の場なので。そうなんです。なるほど。でも単独ライブは結構もう少し過激なんですか。あまり変わんない。会場によりますね。うん、また一回押し込んで誰が遠隔されちゃっているかとかいうライブもあったりする時もあれば。本当に仕込んでるのそれ、うん、本当に仕込みました。すごっ。ちなみに私だったんですけど、道玄坂のって実際どうなんだろうみたいな人たちを見てるかもしれないんで、うんうん、今日はちょっと僕最前線で踊っていきますんで、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうちょっとですね。私は今日は SE っていうやつをやるみたいです。登場するときに話すやつ。あ、そうなんですね。そう、これから行くぞみたいな。映ってるよ。かけます。稲葉が。
すごい。ライブでこんなびしょ濡れることになることあるの？すごい。でもしっかりアイドルでした。なんかもっと色物扱いされてると思ったら、アイドルの中でもしっかりアイドルで、周りの熱気がすごかったです。しっかりアイドルでした。とりあえず着替え持ってないですけど、どうしたらいいでしょう。これ結構水はけがいいやつなんですよ。帰りどうしよう。やばい。でも楽しかったです。なんか絵の描けるアイドルってどうなのかなと思ったんですけど、なんかしっかりパフォーマンスとして楽しめました。パフォーマンスです、あれは。なんか興味持った方はぜひライブ行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。今は現場からお届けしました。ライブ会場でまた会おうぜ。これだってんのかな。ごめんなさい、飛び込みで来ちゃいましたけど、ライブお疲れ様でした。楽しかったですよ。本当ですか？はい。でも予想以上にアイドルでした。え、よかった。でも僕もなんかその前のライブとか見てましたけど、一段と盛り上がってましたよね。うーん、よかった。すごい。まあ僕はもう少しエロ期待してましたけど、なんかこれ見てもしかしたらライブ来たいって思う方もいるかもしれないんで、もしよければ一言ずついただいてもいいですか？はい。じゃあ私から、普段のライブはもっとアイドルしてるんですけど、こうやってたまにこう面白いライブとかお酒が飲めるライブとかもあるので、気軽に遊びに来てお話ししましょう。お待ちしております。お待ちしてます。お店もよかったら来てね。お店もぜひぜひ皆さん行ってください。でもここで見て指名できるってめちゃめちゃいいですよね。アイドルを指名できるってなかなかないと思うんで。じゃあ水ちゃんどうですか、一言、ね、来ていただいて、はい、ちゃんとしたアイドルっていうのを言っていただけてよかったなと思って。でこういうちょっとエッチめなライブの日もあれば、普通のアイドルみたいな時もあるんで、スケジュール見て皆さん来てみてください。ぜひ来てください。新メンバーですよね。はい、新メンバーです。はい、令和の虎の時はいらっしゃらなかったですけど、はい、なぜ道玄坂入ろうと思ったんですか？私はでも元々お客さんの層がちょっと知ってる層だったり、私はできた当初から前の卒業してしまった先輩を知っていて、気になっていたんですけど諦めてたんですよ。はいはいはい。その時にお友達である、あ、友達なんですね。そう、先輩がいたので、あ、うん、やりたいって言ったら気づいたら入ってました。すごい。友達からでもアイドルになれる。なれますよ。もしかしたらこれメンバーになりたいっていう人見てるかもしれないんで。あ、こんな濡れてる時に。楽しかったですよ。プライベートでも来たい。トラメンバーで行きましょう、ぜひ。あ、いいですね。ちょっとスケジュールも貼っておきますので、ぜひ皆さん見てください。それでは道玄坂69でした。ありがとうございます。ありがとうございます。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。